グラント・ジョージ・ハケットは、オーストラリア出身の元競泳選手。水の王者と呼ばれ、長距離界のカリスマであった。1500メートル自由型の世界記録を、2011年にソン、孫ーが更新するまで、約10年間放置していた。オーストラリア、クイーンズランド州、サウスポート生まれ。1997年のパンパシフィックス泳選手権で水泳デビュー。 1999年にジョルジオ・ランベルティの200メートル自由型の世界記録当時を打ち破る。これはその後イアンソープによって記録が破られた。2000年シドニーオリンピックでは1500メートル自由型と 4X200 メートルフリーリレーで金メダルを獲得。福岡で開催された2001年世界水泳選手権では1500メートル自由型において キーレン・パーキンスが保持していた世界記録を7秒以上短縮する世界新記録で優勝。2002年コモンウェルス・ゲームズでも1500メートル自由型とリレー競技で金メダルを獲得した他にも銀メダルなど多数受賞。2005年世界水泳選手権では400メートル、800メートル、1500メートル自由型で金メダルを獲得。800メートル自由型では ソープの世界記録、当時を破った。2004年アテネオリンピックでも1500メートル自由型で金メダルを獲得。2008年北京オリンピックで競泳男子初の同一種目3連覇が期待されたが、チュニジアのウサマ・メルーリに敗れ金メダルに終わった。2008年10月、今は全てが思い出となったと話し現役引退を表明した。 私生活では2007年4月14日、オーストラリアの歌手キャンディス・アリーと結婚した。2009年9月に、男の子と女の子の双子が誕生。ありがとうございます。